か。あと除草剤として塩を使った結果なんだけど、いやでも意外と枯れてきてはいる。特にこの薄いんだよね、ちょっとあの病気の葉っぱっぽく黄色いんだ。であとあれちゃんともう笹が枯れ始めてるっていう感じだよね。はい、まあ一応食塩を除草剤に使う時のポイントとしては、あのね、薄くさっさって撒いても多分効かないんだよね、そんな強烈じゃないから。でどうやって撒くかっつったら、もううっすらこう雪がうっすらこう1センチくらい積もったくらいの濃さでバーって撒かないと効かない。だいたいここはそれくらいで撒いたとこだから。でもそれくらい撒いてこれだからね。だからあんまりカサロンとかね、ラウンドアップの方がちょっと効率はいいかもね、さすがに除草剤だからっていう、まあ、途中経過だね。